リエージュ王立音楽院は、ベルギーリエージュに本部を置くベルギーの芸術大学である。1826年に設置された、ベルギーのフランス語共同体中の4つの音楽院の一つ。音楽及び舞台芸術に関して、高度な教育カリキュラムを提供している。音楽院は1826年に、オランダ国王ウィレム一世によって、設立。 1827年に開校された。初代委員長の座には、ジョゼフ・ドーソアー・アニメユールがつき、在任期間は1862年までの35年間であった。1872年から1911年には、ジャンテオドール・ラデューが委員長を務めた。住所は、リエージュ市内のピアー・スット・フォージャーの29であり、 最初の校舎は1887年に建築家のルイス・ボーネント・ローラン・デ・モニーによって新古典主義様式の設計で建造された。建物内には大規模なコンサートホールが備えられており、1998年から2000年にかけて建て替えられたこのホールは1162席を要するものとなった。リエージュフィル・ハーモニー管弦楽団はこのホールを活動の本拠地としている。 ドニホーバルデ・ラモンターニュ、ヨゼフ・ドースイン・メイフル。www.musime.com。2013年11月3日閲覧。ベーカー、テオドール、ベーカーズ・バイアグラフクル・ディクショナリー・オブ・ミュージシャンズ、ページ735。ありがとうございます。